はい、本日は石本義明投手近鉄バファローズでございます。こちらの映像は1986年8勝32セーブでね、リリーフエースとして活躍しておりました時の映像でございます。前年の1985年はね、70試合に登板してですね、19勝7セーブというね成績を上げた石本と、この当時のね近鉄ではね、先発陣はこちらの柳田投手が86年4勝、そしてね2年目のこちら佐々木投手がね出てきてね、この年は8勝を挙げたわけですね。まあね、こういった先発陣をね助けたのがね石本だったわけで、こちらがですねサウスポーの村田投手。村田投手はねこの年はね14勝を挙げていますね。なかなかねいい数字ですよね。このねガッツポーズもいいですよね。そしてもう一人この時ね近鉄を支えたのはねこちらの小野投手。小野投手もねこの年は14勝を挙げております。まあねこういう先発陣もね安心して投げられたのね、後ろに石本が控えていたからではないでしょうか。今日はね少し戻しましてね、高校時代の様子ですね。石本投手は兵庫県出身、高校はこちら滝川高校でね、3年生の時にはね春夏連続でね甲子園に出場しております。こちらね夏のね甲子園の様子、すごいねお客さんいっぱいいますよね。まあねこの年のねこれ熊谷商業戦でのピッチングの様子でございます。私ね当時ねテレビ見ててね思ってたんですけれども、あのファールとかでねこうボールがどっか行っちゃった時とかさ、審判がこう投げて返してくれるじゃないですか。そのためにですね、あの帽子を取って一礼してたんですよね。わ、すごいなんかね礼儀正しいピッチャー、ここまでね毎回毎回ね帽子取ってねこう お辞儀する選手ってね、あまりね見たことがなかったんですよね。そしてですね3年生の秋、1908年ドラフト会議を迎えることとなったわけでございます。この年の目玉は東海大学の原辰徳、そしてねプリンスホテルの石毛、まあね新日鉄室蘭の竹本投手もいましたが、このね3人が競合するわけですが、近鉄はね竹本にね行きましてね、外れ1位としてね石本を指名したわけでございます。このドラフトね石本、広瀬、愛子とね3人のね高校生の左ピッチャーが1位で指名されたわけですね。そしてですねその愛子選手のねあのドラフトの時のねちょっとね表情のねあの映像があるんでね、そちらを見ていきたいと思います。いや嫌な顔してますよね。そこまで露骨にとってもね嫌がらんでもいいと思うんですけどね。そしてもう一つおまけとしましてね、原辰徳の外れ1位でね広島1位の川口投手、これね社会人時代のね職場の様子なんでしょうけどもね、まあね川口さんっていうのはねもともとねダンディーでかっこいい人ですけれどもね、なんていうんですかね、これを見た瞬間ねやはりねその独特のね髪型とかね眼鏡にね注目いってしまいますよね。話をですね石本投手の方に戻しますよね。1年目はですね11試合に登板、そしてね2試合目のね先発となりましたね7月1日の南海戦でプロ初勝利も挙げたわけなんですがね、そこからね次の2勝目はねすごいね長い長いね時間がねかかることとなってしまうんですよね。よくね2年目82年はね1軍登板がなくね、そしてね3年目の83年にはねシーズンね最終戦っていうか、まあ、終わり頃のね10月21日のね阪急戦でねこう登板するもなんとね打者7人に対してね被安打5、ホームラン2本、5失点とね炎上してしまいましてね、結局この1試合だけだったんですがね、シーズン防御率がね 108.00 というね恐ろしい数字を残してしまったんですね。そしてね4年目84年もね1試合の登板ですがね、4イニングスとね3分の2を投げてですねこう無失点に抑えてね防御率もね 0.00 ということでね、まあね内容はね良くなった、まあこれがきっかけになったかどうかわからないんですけどね、ついにね5年目にね覚醒するわけでございます。5年目となりました85年はねリリーフでフル回転するんですよね。70試合に登板して19勝3敗7セーブ、防御率はね 3.56、 そしてね勝率は8割6分4厘でね、リリーフだけなんですけどね、まあ規定投球回数もねクリアしてるわけなんですよね。まあこの年はですねもうリリーフだけで19勝ですからね、こうもしかしたらリリーフだけでね最多勝取るんちゃうかなと思ったんですけどね、残念ながらね阪急の佐藤義則にね2勝差でね最多勝を逃したんですけれどもね、まあ、最優秀救援投手とね最高勝率のねタイトルを獲得したわけでございます。そしてこちらの映像ね6年目、86年の映像ですかね、まあこれちょっとホームランを打たれちゃっていますがね、この年はね完全にね、まあ、リリーフクローザーとしての、ね、役割が中心となりましてね、リーグ最多の64試合に登板、8勝32セーブをマークしてですね2年連続最優秀救援投手になったわけですね。こうやってねリリーフで出てきてねピシャッと抑えるというね、この年ね近鉄チームのね2位ね躍進へのね原動力となったわけでございます。
そしてですね、この年はオールスターにもね選ばれたわけですね。今バースからね三振を取っておりますがね、セリーグのね強打者相手にね真っ向勝負しております。石本投手のピッチングはね、やはりね見ててね気持ちいいですね。球速はですね143キロとまあまあ出てる方じゃないんですかね。まあでもオールスターなんでねストレート勝負がやっぱり多いですよね。ビシバシストレートをねタイミングよくね投げていく感じですよね。4年間でね1勝しか上げられなかったピッチャーがね5年目にね急に開花したわけですからね。まあもともとねスピードにねある程度自信を持っていたんですけどね、やはりね同じサウスポーのね後輩のね小野なんかにね抜かれていっちゃうわけじゃないですか。まあそれではねやっぱりね変化球もね必要ということでね、スライダーやねシュートをね習得したわけですね。そしてねフォームでねフェイクバックの時にね、こう高校時代のピッチングフォームを見たら分かるんですけど、ね、ちょっとね大きく振り返って、反り返るような癖をね修正してですね、フォームをねコンパクトにしたことでね、やはりね制球力がね良くなったというのがねこのピッチングのね安定につながったと言われてるんですね。そしてですね続くね87年もですね3年連続にリーグ最多のね50試合に登板をするわけですが、ね、やっぱりね前年までのねやっぱりね酷使というのがねたたってたんですかね。やはりね球速が下がっていってね3勝ね7セーブというね成績はねちょっと悪くなってしまったんですよね。その後はですね88年は32試合3勝2セーブ89年はね14試合で1勝、そして90年はですね20試合で、ね、ついに勝ち負けなしとね勝ち星とかもね登板数もねどんどん減っていったわけなんですね。こちらね石本投手のね成績でねちょっとね小さくて見にくいかもしれませんがね、85年はですね70試合、まあ今でこそね70試合投げるピッチャーはねいますけれどもね、それでもね70試合といえば70イニングスぐらいじゃないですか。でもね石本の場合はですね70試合でね131回3分の1も投げてるんですよ、ね、まあこの年はねやっとね出てきたという年でね完全に、ね、抑えというわけじゃなくてねリリーフでねもう特攻みたいな感じでねボンボンね投げたというね感じの年だったわけなんですよね。85年のね実績があったということでね、86年はですね32セーブとね、まあほぼもうきっちりね抑えのねところにはまったんでね、イニング数もねちょっと減ったんですが、ね、それでもね117イニング投げてますからね、64試合で117イニング、さすがにね多いですよね。85年とね86年のね2年間がねちょっとね光り輝いていた時期だったわけですがね、やはり投げすぎ、まあねよくあるあるなんですけどね、このね時代はですね抑えっていうかねリリーフはね1イニング限定というわけではなくてね、2イニング3イニングスはね平気で投げていた時代なんでね、まあそれが家にですね、規定投球回数にもね達してね、まあ防御率とかねタイトルもね取ったりするような選手もいましたからね、まあやっぱりねその酷使というんでね、やっぱり当時のねリリーフピッチャーというのはね寿命がね2年3年とね短かったことをね私も記憶しております。91年にはねシーズン途中に中日に移籍するもね4試合登板で勝ち星もなく終わりましてね、通算は267試合で35勝19敗48セーブ、防御率 4.04 の成績を残されております。ちなみにですがね、ザ・ダイジェストというねサイトにねプロ野球悲運の天才ランキングというのがあるんですがね、そのね順位でランキングされておるのが石本投手でございます。最後までご視聴していただきありがとうございます。では